こんにちは、グッピーコツエです。今日はですね、ハイランダーのポップワンポールテントフィンガルっていうものをですね、ナチュラムさんからお借りしました。ハイランダーなんですけど、釣りやキャンプなどのアウトドア用品の販売をしているナチュラムのプライベートブランドなんですけども、まあ私のように高いキャンプ道具買えるピエンだからって、おしゃれをもう完全に諦めた安い道具ではなく、できるだけ安くて少しおしゃれな道具がたくさん揃ってるキャンプ好き女子たちの間で密かに話題のブランドなんです。ちなみに私はロールトップテーブルというテーブルを持ってるんですけど、すっごいキャンプに連れて行っております。家でも使えてます。ハイランダーのテントっていくつか見たことがあるんですけど、ちょっと見た目がおしゃれなんですよね。なんかベージュ系が多くて、しかも安いっていうことで、でめっちゃ気になるなと思って、ちょっとダメ元で聞いてみたら、お借りできるということでね、今日はこちらを立てていきたいと思います。まあ、ただのねポップアップテントじゃなくて、中にワンポールを立てて使うっていうタイプのね、ポップアップテントは何個か持ってたんですけど、中にポールを立てるっていうのをちょっと体験したことがなくて、すごい楽しみです。まずですね、この、ポップアップテントの見た目の感じなんですけど、80センチ、直径だから1メートルないぐらい、結構デカめで8センチぐらいらしいです。でちなみにこういう風に背負うことができるんですけど、で中にポールとか付属のよくある感じの、ペグがついてる、あとガイロープとかもついてるっていう感じなので、ちょっと開けてみます。中に入ってるペグはもうこんな感じで、ちょっと頼んない感じやねんけど、やっぱペグってやっぱり付属のものよりもちゃんとしたペグがあった方が、何箇所かだけでもその付属じゃない、こういう感じのペグを私は何回目かのキャンプで買い足したんですけど、やっぱりこういうタイプがあった方がいいかなとは思うんですけど、一応ペグもついてます。で今じゃあどんな感じか中を開けてみましょうって言った時点で、もうすでにパカって開く感じでした。じゃあちょっとなので、こんな感じで持ってるんですけど、こう袋から出しましたで開く感じです。いきますよ。いきまーす。せーので、すごい。とりあえず初めてだと何がなんだか状態にはなるんですけど、真ん中の方にこんな感じで、あ、ここにポールを立てるんやみたいなところがあるので、このフィンガルのテントの写真を見た時に、どう考えてもここが正面やろみたいなところがあるので、正面に向けたい場所にこれを持ってきてから、ペグをちょっと打っていきます。とりあえず間違えてたらショックやから、一回ポールを入れてみようと思います一気にテントらしくなった。はい、っていう感じで立てれました。はい、違う YouTube で見たら、すごい設営方法
まあ、10分以内って書いてたんですけど、私の場合はちょっと久しぶりなのと、てんてこまいと、なんかあっちが海やから、あっちからちょっと風が吹いてきてて、風でやっぱテントの形がおかしいんかなとか思いながら、こんな感じでやっと立てることができました。ここの通気口が閉めたまんまポールを立ててしまって、一回ポールを抜いてもう一回開けたりして、はい、そういうのも次もし設営するなら気をつけようと思いました。じゃあちょっと中見ていきます。お、はい、じゃあ入っていきます。はい、こんな感じです。めっちゃね、真ん中はすごい背が高いです。私161センチなんですけど、この真ん中で普通に立てる感じです。でちょっと横行っても立てるし、横行っても立てるしって感じ。結構広い。でもやっぱり、でも空気が通るとこがここと、でガーって回ってここちょっとで、左もちょっとやんか、で後ろもこんな感じやから、ちょっとやっぱり中は真夏やと、やっぱ今すごい日陰でもなくて、しかも大阪市内なんですよ、ここなので、はい、でもまあ涼しいところに行くとそれなりに多分絶対涼しいと思うんですけど。そして自立式インナーテントっていうのもお借りしたので、中に設営してみました。こんな感じです。ここ下がないので、寝袋とかマット引いて寝袋だけのスタイルとかの時は、あれを中にやって、あの中で寝るとかで、もしあれがいらないのであれば、まあ、コットとかで寝る感じかな。よいしょー、まあ、お借りした割にほんまに何を、やっぱりめっちゃ久しぶりやったから、カメラにある動画を作れたかどうかは、お借りした割にあれやけど、とりあえず、めっちゃ美味しい。